ってもいいかもしれない。あーなんだなんだこの伏せ方。おー体が丸見えだ。射線丸見え。死ぬぞこれスナイパーで。お、いいスライディング。お、うまいぞうまいぞこの人。うまいな。あんま面白くないな、うまいと。はい、こんにちは、グリードです。バトロワモードって敵のことをずっと観戦できるじゃないですか。今日はですね、自分のことを倒した敵を勝手に辛口コーチングしたいと思います。うわぁ、え、見てたな、バレてたな。足音か。あ、違う。ちょっと見えてる。重心が。残り16人。まあまあ、ちょうどいい時間になるか ?10 分ぐらいになるか。バウンティー、おそらく建物中か屋上っぽいけど、そうですね、今位置がちょっと弱い。外から屋上を登りたいところではあるけど、これは漁夫レッダーっぽいね。なんか、バウンティー他の人に撃たれてたから、まあまあ結果オーライって感じか。このバウンティーを撃ってた敵がいるらしいから、ちょっと早めに周り警戒したいですね。隣で赤点。そうだな、屋上ちょっと怖いけど、屋上から周り見たいところではあるけど、どうする?お金めちゃめちゃ持ってるからな。早めに、ショップ寄りたいところだけど、そうだね、後ろクリアリングできてないね。あ、後ろ赤点出た。そうだな、これはショップによってお買い物して UAV 呼んで車で移動したい。この位置にいると後ろからスナイパーされて死ぬから、そうだね、詰めるか目の前。あ、まんまいて、屋上登ろう屋上登ろう、これ屋上屋上、そうそう屋上屋上、いいよ屋上。屋上登ってジップライン使うことも考えてもいいですね、これ。真下にいる。けど、エリアが動いちゃうから。わー、そっち来たのか。お、でもやれそう。はい、オッケー、無視で、無視で、無視で。追いかけんな、追いかけんな、追いかけんな。いや、いい。それは後でいい、後でいい。後ろ曲がってやっから。後でいい。後ろ行って、ショップ寄ろう。ショップ寄ろう。あ、危ない、この打ち合い。でも削れてる。ダメージレーションは勝ってるけど、また奥からベスパーだから、ちょっと引きたいね。これ引きたいね。これ死ぬね。死ぬね。この位置まずいね。エリアも来てんのに、この位置はまずいね。非常に。いやー、無理すんな、無理すんな。なんとか耐えてるけど、エリアが来てるから、円入って死ぬっていうパターンが結構想像できるね、今。まあ、多分勝てはする。あー、まあ、どうもいい、どうもいい。あ、これは、ちょっとね、移動を考えた方がよかったね。戦ってる場合じゃないね。さあ、なんて読むかわからん。ルオさん。この人も戦闘してるから、まあ、こういう風になるんすよ。多分ね。移動しないから、もうこれ足の引っ張り合いですね。縁際の。視点が変わらない。やべ、あと4人しかいないよ。5人?なんとかエリアに入れた人っぽいな、これは。黒木さん。UAV 持ってる。近づいてきて。これは詰めてやりたい、早めに。オッケーオッケーオッケー。すぐ隠れる隠れる隠れる。右の車線が怖い。あと3人か。ちょっとマップ開けてるな。うわー、ちょっと怖いね。車使ってもいいかもしれない。あー、なんだなんだこの伏せ方。おー、体が丸見えだ。車線丸見え。死ぬぞ、これ、スナイパーで。待って、歩幅前進で行こうっていうのか、この状況で。ああ、当たった当たった。そうだね、早めに、そう、スライディング混ぜながら、左から円に入りたいね。まあ、車使ってもよかったかもしれないな。危ない、スナイパー、あ、スナイパーいるね。やっぱり危ない。非常に危ないですね。まあ、UAV が切るのいいでしょ。ああ、円外になんか1枚だけいる。これラッキーだけど、あの前の敵が左の円外の敵の方を注目してるから、今のうちに円の中に入りたい。だから左ちょっかい出したくないですね、今。で、右もクリアリングできてないから、右の車線が怖い。今、まっすぐ進んでっけど、右から撃たれる可能性もあるから、ちょっと右よく見た、周り見たいね。そうそうそう。右後ろ見たい、右むしろ。そう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 。いいね。はいはいはい。いいよ。お、UAV 重ねんのいいけど、おーおー、あ、ラストワン、ラストワンになった。これはね、もう、あー、顔出した。
あ、巻いて巻いて巻いて。じゃあグレーはちょっと早い。多分避けられる今のは。ダメージ与えたから、そこには絶対いないから、まず巻こう。アーマー巻いて、アーマー巻いて。1v1 ですね、これね。アーマー巻いて。敵の方が位置が高いので、はい。今のは、アーマー巻いて、一旦円の方に下がった方がよかったかな。いや、でもこれ僕も勉強になるな、これな。エイムめっちゃうまいけど、立ち回り下手な人と、立ち回りすごいけど、エイム下手な人。どっちが強い？いや、どっちも弱い。同じぐらいどっちも弱い。それ。FPS スキルなんて複合的なものだからな。どれか一個が強くても、まあ、弱いっすね。まあでも、この時点ではどっちも弱いけど、長い目で見たときに、立ち回りの方が頭使うから、立ち回りができてる方がまだ伸び率があるかもしれないですね。エイムはまあなんとか努力である程度はいけるかもしれないけど、立ち回りは結構センスとか、まあ頭の良さは出てくるよね。直そうと思って直しにくい部分だからな。頭いいに越したことはないよね。どんなこともそうだけど。うわー、ダメか。あ、これちょうど死んだんじゃない？あ。じゃあ見ていきますかね。はい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 。どうだ？この人は？装備が整ってないところを見るとまだ、ロードアートはゲットしないみたい。敵の武器拾って。さあ、SMG。上で銃声。これは上、とりあえず登りたいね。上行きたいね。これ今の位置あんま強くないからね。一旦屋上登りたい。けど、下ちょうど来てたのか。ナイスナイス。これはいい判断ですね。さあ、早く、これ早く上行きたいですね。この立ち止まってる時間いらないですね。はい、上上がって。今いましたね、向かい側。あー、これ向かい側から撃たれるかもしれないから、そうだ、体は、ね、あまり出さないようにしたいね、これね。アサルト拾いたいですね。ちょっと SMG だけだからな、今持ってんの。お、いいスライディング。お、うまいぞ、うまいぞ、この人。うまいな。あんま面白くないな、うまいと。いいぞ。あんま巻いて。そうだな、アサルト。その武器だとちょっと、そうだね、敵の方が位置が高いから撃ち下ろされちゃうので、まあ今落ちてるその LMG っぽいの拾いたい。拾ってそこの頭して、そう、そっちがクリアリングしたいね。ちょうど上降りてきたか。ナイス。まあ降りてくる人はアナウンスが聞こえるからな。僕は聞こえないけど、はい、リロードして。ちょっとずっと SMG なのが気になるね、うん、この位置は非常に怖いです。ちなみに反対側からも撃たれるし、あと、今いる上の屋上に敵が降りてきた場合、上からも撃たれちゃうから、まあ、大体3方向ぐらいから撃たれる可能性があるからね。うん。早めに上に行きたいですね。おっと、それ、お、いける？いける？これはいけるね。ナイスナイス。結構棒立ちだったんで、まあ今、他の場所からスナイパーとかでやられる可能性もあったから、あんま棒立ちで撃ちたくはないかな。この人ね、結構ね、落ちてるアイテムが気になりすぎて、アイテムばっか見てるから、ちょっと周りに気を配りたいですね。で、残り時間がもう非常に短いので、ここにいたくない。もうそろそろ移動しないといけない。あ、これが良くないですね、これね、棒立ちね。まあなんか勝ててはいるけど、これ棒立ちだと今後ろから撃たれてし、まあ大体死ぬとは思うんで、早く移動したいですね、もう。いいよ、移動。はいはいはい、移動して。あ、正面、銃声あるけど、エリアも来てるから、なるべく短めに行きたいね。サクッと倒していきたい。オーケーオーケーオーケー。あー、今、右気になるよね。気になるけど、ちょっとエリア行こうか。次のエリア弱いからね。建物、左隣の建物、エリア入ってないから、アンチ内で待ち構えられてたらやられてしまうので、円に入りたい。けどなんでこの人こんなうまいことキルが続いてんのかわからない、この立ち回りで。あ、 UAV 武器も買っとこう。武器も装備揃えて。あ、ガスマスクはいい判断ですね。さあ、ちょっとこれ今この棒立ちの間も怖いね。後ろ来たらやられてしまうからね。あー、赤点1人地下にいるから、地下に1枚で残り3枚。これ UAV も出したいね。右から行ったのはいい判断かもしれない。さあ、これ右クリアリングしたい。危ない危ない危ない。棒立ち。これ、この人撃つとき棒立ちになるな。で、その正面いるよ。OK、ナイス。1v1。これで 1v1。いい漁夫でしたね、これは。で、最後地下にいた可能性があるから。そうだね。建物出てこなければ、
その辺の入り口が確かあったはず。そうそうそう、その辺。その辺から出てくる可能性あるですね。そうだね。敵の位置が絞れてないんで、で、次のエリアはこの建物だから、この建物の屋上から周りを見渡したいですね。これ早く、もうダッシュダッシュ。ダッシュで屋上行きたい。しかも足音するからそこじゃないんじゃないか、もう。上にいるんじゃないか、これ。上にいるとしたら位置が非常に悪いぞ。いや、上、屋上行こう、屋上行こう。これだとね、地下からも来るし、上からも来るから、一旦屋上で全体を見たいんですけど、非常に怖い位置ですね、これはね。一旦上行こうか。上行こうか。あ、そうね。うわー、後ろ怖いね、それ。あ、後ろも怖いね。屋上行こう、屋上行こう。そっからね、屋上行けるからね。めちゃくちゃ下敷きになってんな。いないでしょ、いないいないいない。屋上行け、屋上。危ないぞ、これ。いやー、次の円が多分最終円ですね。お金余裕あるんだったら空爆出してから屋上行くのがいいパターンかもしれないですね。さすがにもう地下じゃないと思うね、これね。多分上かな。これあ、いや、まだ地下いるんだ。でもこれ円来るから、そこだと怖い。けどなんで勝ったのかわからん、これ。なんでこれで勝てんのかわからない、この立ち回りで。すまない。なんでこれで勝てんだよ。ええ、すごいうまいことトントン言ったけど、普通に考えたら勝てるようなプレイじゃなかったけど、なんか勝ちましたね。死ぬ可能性があったタイミングもう何十個もあったけど、なんか勝ったわこの人。まあ運が良かったとしか言えないな。エイムはよくうまかったね、この人。ちょっと棒立ちになる時があったけど、まあこんなこともあるのがバトルロイヤルってことですか。はい、これえ、5人？後ろはいないのか。ってなってくると、その建物に相当な枚数いるってことになるな。やべ、マスクが壊れる、もう。真上は一人絶対いるね。やっぱそこか。マスクはない。やべ、クラスターマインまであんのか。どうするこれ。あぶね。あと2人どこだこれ。左と OK、 1枚取った。中、上か。オッケー、危ねえ、よかったなこれ。